ルクザール、グロース総帥の脳みそ野郎は俺たちの生身の体が恐ろしくてしょうがないのさ。なもんで俺にはここであんたらの足止めをしとけってよ。デバイスを持っているのがあなたである以上、私たちはここへ来るしかなかったものね。奴らがライフを破壊すれば、この BB を動かしてる俺たちの意識も消える。あと少しさ。あなたはそれが恐ろしくないの？恐ろしいと楽しみさ。幽霊として徘徊するこの偽りの性から解放されるんだからな。偽りの性だなんて、たとえ BB だとしても私たちは生きてます。偽物なんかじゃない。俺たちは死んだぞ。あの時地球と一緒にな。悪いけど会話を楽しんでいる余裕はないの。話をしたいなら聞いてあげるけど、こちらからは攻撃させてもらう。了解だ。じゃあ対話に付き合ってもらう代わりに戦闘にお付き合いするとしようかね。星人同士の戦いに巻き込まれ、地球は消滅してしまった。あの時人類も運命を共にするべきだったのさ。それが本心なんですか？なら、なんでラオさんは地球種反移民計画に参加したんですか？白鯨のクルーになったんですか？あの計画が人類全てを救うものと信じていたからさ。いや、100億の人間全てを生き延びさせることが不可能だってことは誰の目にも明らかだった。だがそれでも人種、国家、宗教、そんなものの垣根を越えて人々を救うんだという思いは本物だと信じていた。だから世界が地球種反移民計画に力を貸したんだ。それは、だが実際は全世界の力と財を集めた上で
指導権を持った国のエリートだけを脱出させる計画だった。知ってるか、国籍や人種が異なる一般人で白鯨に乗れたのは移民船を維持するクルーとして集められた俺たちだけだ。その他の多くの者たち、今もセントラルライフに眠っている移民団は最初から選ばれるべくして選ばれた者たちなんだよ。そんな、エルマ、あんたは知っていたんだろう。恣意的に選ばれた者がいなかったとは言わない。それでも何もしないよりは有意義な計画だと思って、私は協力した。国籍、人種、富、才能、人と人を隔てるそれら壁はあくまで人が定義したものに過ぎない。遺伝子レベルで見ればごくわずかな差でしかない。わずかな差なんかじゃないんだよ。地球人にとってはな、あんたには理解できねえだろう、エルマ。いや、地球人なんて一括りにする必要はないな。この俺の感情さ、たとえ救われるのが一握りの人々であったとしても、それでも人類が地球と一緒に滅ぶべきだっただなんて、全然ナオさんらしくないです。おかしいですよ。俺の妻と娘はな、地球が消滅した時に死んだんだよ。地球だの人類だの関係ない。俺は俺の家族を救うために地球種反移民計画に参加した。いや、参加したからってその家族が選ばれるって保証はどこにもなかった。結果選ばれず消えゆく運命なら、その時は心穏やかにそれを受け入れようって誓い合って、それでもわずかだが希望はあったんだ。選ばれるかもしれないっていう希望がな。俺はそれにかけた。だが計画の上層部は最初から救われる一握りの人間を全世界から選ぶつもりなんかなかった。自国のエリートを救うために奴らは。それは違う、アラオ。何が違う、どう違う。俺だけが生き残っちまった。希望なんて最初からなかった。シャーメイにもチェンシーにも俺は何もしてやれなかったんだ。その真実を後から知った俺の気持ちが、俺たちの気持ちが、あんたに理解できるのか。たとえ一部の地球人のみを恣意的に救う計画だったとしても、誰も救えないよりマシ。それが私の考え。だからラオ、救われた人々を滅ぼそうとするグロースに力を貸せ。あなたの気持ち分かってあげるわけにはいかない。それでいいさ。誰にも分かってもらおうなんざ思っちゃいない。行くわよ。俺は本気
今なら接近戦が有効よ。やつかよ。あいつか頼む。まじゃやられちまう。連続発射いたします。会話も戦闘もこれで終わりよ、ラオ。できるのか、エルマ。俺の体のどこにデータデバイスがあるのか、お前に分かるのか。撃てよ。さあ、胸か頭か、確率は半々だぜ。人類の命運をお前のその指に委ねる。最高じゃないか。ああ、そうさ、最高の瞬間だぜ。やめてください、エルマさん。どきなさい、ディン。彼の BB を活動停止させ、内部に隠したデータデバイスを取り出す。二人とももうやめてください。同じブレードの仲間じゃないですか。
なたまで。ありがとうございます。エルマさん、私ラオさんの気持ちわかるんです。私のお父さんとお母さんはずっと前に死んでしまった。でももし地球に置き去りにされて死んだんだったら、きっと生き延びた人を憎むと思う。ラオさんと同じことをしたと思う。リンさん、醜いですよね、汚いですよね。でも人間ってそんなもんなんです。もしかしたら宇宙から消え去った方がいいのかもしれない。でもでもリン、データデバイスだ、持っていけ。ラオさん、君が言ったように人間は醜くて汚い、だからこうするべきなんだろうさ。ラオ気が変わったのさ。気が変わった。もともと俺の個人的感情で始めたことだ。気まぐれでやめたって不思議じゃないだろう。ラオさん、行けよ。セントラルライフには防衛機構もあったはずだ。奴らだってすぐには破壊できない。急げば間に合うかもしれねえぜ。確かに時間を無駄にはできない。リン、デバイスをここで解析できる？できないことはないですけど、NLA のコンピューターほどの性能がないので、かなりの時間がかかります。仕方がないわね。一度 NLA に戻りましょう。ラオさん、一緒に NLA に帰りましょう。バカを、こんなことをしておいて帰れるわけないだろう。そんなことありません。みんなもきっとラオさんと同じ気持ちなんです。だからちゃんと話せば分かってくれると思います。だからって奴らにどんな顔して会えばいい。俺は滞在人だぞ。そう、あなたがしたことは決して許されない。だからこそあなたは戻らなければならない。エルマ、お前まで。帰りましょう、ラオさん。分かったな。だが時間は貴重だ。先に行け。そうですけど、エルマさん。ラオの言う通りよ。気持ちはわかるけど、私たちには時間がない。わかりました。ラオさん、救援を呼びますから、ここを動かないでください。あと、死なないでください。生きて NLA に戻ってください。ああ、生きて必ず帰る。だからもう行け。はい。のお弁当分けてあげるですもん。お前食べてちゃんと生きなきゃダメなんですもん。リンさんの気持ち分かってあげなかったら許さないですもん。体に意識は転送される。シャーメン天使、俺まだお前らのとこに行けないらしいぜ。参ったな。
すまねえ。もうちょっとそっちで待っててくれ。なんか俺また強くなってねえか。取り戻したか。ええ、そうか。早速解析に回す。待ってください、バンダム司令。ラオさんの救出を。黒金の大陸のグロースの本拠地にいます。本気で言っているのか。あいつは裏切り者だぞ。お前らだって白磁の大陸ではめられたんだぞ。そんな奴を助けるのか。そうですけど。バンダム、彼も被害者なの。あなたも知っているんでしょ、ラオのこと。地球初反移民計画、この計画が成立した時、ラオのようなケースは想定されていた。現にラオだけじゃなく、イリーナも弟を失った。しかしそれでも人類を存続させることを選択した。だがイリーナはヤツとは違う。人類存続のため今でもブレードとして任務を行っている。そうかしら。何だと。クイーンさん言ってました。注意はいつも一人で無茶して基地に飛び込んでいくって。まるで死にたがっているようだって。表現方法が違うだけで気持ちはみんな同じなのよ。もちろんラオのしたことは許されることではないけれど。すぐに手配する。バンダム司令、ありがとうございます。礼を言われるようなことじゃない。この手でぶん殴りたくなっただけだ。解析にはしばらく時間がかかる。一旦ブレイドホームに戻りましょう。